歩いていけない距離やったかな。無理かな。あ、でもあれ、ハードルを降りください。ああれ、この動画は、ロボ箱のロビンとおっさんが、いろんな街へ赴き、中古ゲームなどが売ってそうなお店を探索したり、観光名所を巡ったりする動画です。あれ、あの、見えへんけど、この。うわ、わかりづらいな、あれは。というわけで我々は今京都に来ております。古本市場が近くにあるところの斜め前にハードオフ？古本市場、徒歩5分。わかりづらいね、これ、看板が。昔、Jリーグの京都サンガが、このスタジアムでしていた西京極。はい。に行った時に、まあよく寄ってたような。下取りサービスが新しくなりました。オッケー、歩こう。こういう系の形ね。これは、なるほどね。うわぁ、ほんだ、ここ一式がもうゲームコーナー。なんだよ。ここに固められてたのね。ハードがいっぱい。ハードです。あ、ジャンクハードね。わぁ、見て。時代の闇に飲まれてしまった HDDVD。あの子の HDDVD や。外付けのやつや。これ、昔買ったんよね。買ったのか。ブルーレイと HDDVD がどっちを覇権を争うか言うてさ、こういう時大体あの負けハードの方乗ってしまうんよな。一番下を見てください。何何まだなんか。USB のスロットが4つあるやつがあるよ。ああ、初期型ね。もう書いてくれてるやん、もうこれ。初期モデル。でもこれね、勉強したんやけど、はい。前面の USB スロット4つあるやつが 20GB か 60GB。それだけですぐ見分けることができる。ああ、これ大事なんですよね。あとはまあそもそも白色っていうのが初期型にないからね。あれ40もあったんちゃうかったっけ。40はあるけど白ってあったかな。でも 40GB は全面は USB スロット2個やったはず。あ、そうな。そうあるわ。2個やろ。2個やしメタルギアソリッド4リミテッドエディション仕様や。ああ、通常版じゃなかった。だから20と60のやつがプレステ2遊べんねんな。そう、ちょっと高いね。そうそう、こう、5500、6600、5500、1万、1000、1万、お前も1万1000。あ、それはだって、中期型のやつ。中期型やからな。中期型でもそんな値段すんだな。セガサターン、すごい値段するな。どこです？上の。うわ、高いな。セガサターンって今何人気あんの？さて、すげえ値段すんな。
今からセガサターンやりたいという人は結構大変。逆に、VR も割とそこねやな。売ってるぞ、え。VR そんな値段なんや。もう、お値段 10% や。当時の 10%、お前 10% や。9割引きやで。9割引き VR2 も影薄いしな。VR 関連、どこへ行った？どこへ行ってしまった VR 関連。ああ、お前ら大好き。ショーケースだぞ。なんか珍しいかかり方してるな。そうやね。ね。正面向かれへんけど横向けるのはなんか腰伸びないからとりあえず斜めに向けてみました。ショーケース内でなんかこう、引っかかってるっていう置き方が珍しい気がする。あ、マイティーボンジャック。どこや？真ん中の下らに。おった、マイティーボンジャック。マイティーボンジャック。名前しか聞いたことがない。全体的にスーパーファミコンとファミコンだらけか。まあ、やっぱりこの辺がみんな好きなんやな。あ、メガ CD2 や。その上にファミコン置かれてる。あ、ビータ TV だ。あ、こんなちっちゃいんや。ビータ TV。これにビータのゲームさせてテレビで遊ぶことができちゃう。なんか言うたらビータの代わりですよね。そう。あ、本体いらんの？本体いらん。だからこれでビータが遊べちゃうんだ。コントローラーは USB かなんかね、刺したらいけるんだ。いけるんかな。へぇ、現物を初めて見たけど、こんなちっちゃいんや。公式やもんね。これ公式。うさんくさいサードパーティーとか、ね、あの海外製のなんか変なやつではないです。結構いい値段しますね。いや、いい値段するんですよ。なんかこう、とある時にすごい注目を浴びて、それでなんか値段グワーって上がったらしいよ。で、可愛くらない。っていうかなんぼやろうね。ね、展開してんのかな。これでも発売日11年前か。そうか。そうか。年取るわけやね。うん。うわぁ、なんかすごくなんかレトロな電車で豪的コントローラー。お、ほんまや。キーなんかすごいなぁ。渋いなぁ。なにこれ。限定版とかそういうやつ。なんていうんかな、リアクションが小売店じゃなくて、博物館とかそういう美術品とかそういうリアクションになってきた。そうね。ビータ TV が何やとか。なんかもう商品っていうか展示物を見てるような。そう、展示物をな。歴史を見ていってるような感じがする。いつかだからこの、うわぁ、スライム型コントローラーがあるよみたいな時代も来るんかな。来るんかもしれんし、そもそもが、え、プレステ4の何その USB? ワイヤレスアダプター。おぉ、これね。何これ。あ、デュアルショック4をパソコンにワイヤレス接続するためのアダプター。パソコンのやつな。普通にできるんちゃうか。いや、あれね、パソコンで使おうと思ったら USB 差しっぱなしじゃないと無理やけど。あ、そうなの？ワイヤレスではできへんはずない。ほんとに？でもこれ定価3000に対して4500円やから、プレミア化してる。それなりにプレミア化してんの？なんかあれやな、面白いガジェットがいっぱいある。知らなかった、そんなの。っていうのはね。ふーん、ふーん、ふーん。これどう？ん？何それ？見たことない。これは海外版やろ。レーティング M って書いてるし。 M っていうのはあれか、セブンティーンオーバー。何してんのこれ。何してんのかわからんけど、スケベな感じがする。確実にスケベな感じしますよね。何をしてんの。これでも海外版の本体いるんちゃうかったっけ。あ、Xbox だったかな。何ゲーか全くわからへん。何ゲーか全くわからへん。いやー、いいですね。面白いのいっぱいあるよ。買うかどうかは別として。もうね、一番下もね、うん、見たことない背拍子多いから、多分海外版の Xbox。よーし。それでは見せていただこう。ドンパッチを。それはドドンパッチ。ドドンパッチ、最大王。日本製です。高いちゃうの。これってケーブやんね。これってあの例のケーブコレクションに入ってんの？入ってるんじゃない？最大往生やから、なんかもう一回大往生するんかなと思ったら、最高品質の大往生みたいな。その、なんていうのかな、V
仏教的用語で最大往生っていうのはあるんかな。え、わからん。大往生言うたらもう雷電しか出てこない。雷電しか出てこない。なんか雷電よりすごい最大往生。最大往生なんやな。それは時代の方のやつなんかほとんど海外版じゃない。ああ、ゼロ式艦上戦闘機に。それじゃないな。これじゃないか。うん。渋いなぁ。それ海外版出したら大したもんやと思うけどな。おう、日本の戦闘機は本当にワールドウォー2の時には苦戦させられました。ワールドウォー2。これか。それ。やっぱり戦闘機じゃねえか。シークレットウェポンズオーバーノルマンディー。あ、ノルマンディー。ノルマンディー上陸作戦。だけど、ノルマンディーってなんかその何その、下の何艇って言うんだっけ、突撃艇みたいな感じのやつ。上陸艇やったかな。上陸艇な、うん。あれのイメージしかないんやけど、やっぱ、上は上で戦ってたんやね。うん、かつね、なんか確実にその時代の戦闘機じゃない気がすんねんけどな。デザインも。ああ、何戦国自衛隊しちゃった。異世界ノルマンディーかもしれん。その右のやつは。これも Xbox。あ、007やん。レージェント・アンダーファイヤー。海外の、プラチナコレクションや。まあ、海外の言うたところで結局家が作ってるから似たような感じやね。似たような感じやね。日本に発売の007。どうやろうね。あとはその、007ファン必見やね。ちょうどね、愛用順で並べてくれてんねんけど、うん、ファミリートレーナー、フィットインシッツ、FIFA トータルフットボールっていうね、プレス2混ざってますね。これは、こいつ混ざり切ってるな。私は Wii ですと言わんばかり。私は Wii ですと言わんばかりのな。これは、まあ、なんか、そのまま気づかずに流れで置いちゃったんやろね。うん、もう、子供の頃から Wii に育てられたんで、私は Wii ですみたいに勘違いしてるプレセツやな。これ知ったやな。気になるから直しといてあげよう。プレセツコーナーどこや？こっちか？この辺でいいかな。君はそこへ。クリニカへ。よし。ということで、プレステ2コーナー。アドベンチャーオブ東京ディズニーシー。おー、アドベンチャーオブ東京ディズニーシーな。ん？なんか思ってたんと違うな。なんか、近くに海外の人おるな。でも日本版ですよ。あ、誰？ちょっとあんまディズニー詳しくないのもあんねんけど、誰？北米版アリエルと。北米版アリエル。髪の毛の色変わって持ってんの。どういうゲーム？知らないゲームだわ。じゃあ、この100円見てなかったけど、まあ、なんもないやろ。まあ、定番どころなんじゃないでしょうか。こっちなんかひどいラインナップやん。なんや。ウィニングレムしかない。FIFA 13の海外版みたいな感じ。いや、楽しかった。楽しいテンポでした。